エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るための構想をご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはい能代太郎さんですねお便り読み上げますお世話になります最近知ったのですが吉谷さんの後輩である元卓球選手水谷さんがツイッターで FX や先物取引とか具体的には分かりませんが信用取引で完全ギャンブル依存症になっているみたいですね そうなんですか。とにかく数千万単位で金額が半端ないです。なんかね、水谷さんね、一応、まあ、後輩って言っていいのかなまあ、一応、ね、同じ高校っちゃ高校なんですけども、僕、山田1年しかいないので、うん。はい。まあ、青森山田をね、僕が卒業していたら、まあ、完全後輩って言えると思うんですけど、1年いましたっていうね。<laughs> まあ、でも同じ卓球部ですからね。そう。でもね、僕はね、その、 僕の世代はプレミアだと思うんですよね結構その一番僕の僕の一個上から山田が強くなったんですよねで僕の一個上の先輩があ高校1年生全員高校1年生でインターハイ団体優勝したっていうもうあの1000年に一度もう破られねえんじゃないかっていう歴史的な記録を作ってなんか甲子園で 子園のメンバーが全員1年生で優勝とかありえないじゃないですか <laughs> 普通ないですよねでそれを作った先輩が1個上ででまあ次に入ったのが僕らの世代なんですけどその山田の黄金期卓球の山田の黄金期を作ったのが1個上の先輩からで次入ったのが僕たちだったんですけどうーんはい で野尻、えー、太郎からしてみればそれは投資じゃなく柴犬コインみたいなある意味、えー、陶器のような気がしてますリ水ーさんのツイートがたまにおススめで出てきますが今日これだけマイナスになった人生終わったとか以前これで1軒分とかしましたとか損失取り戻して トントンになった損失分はまたテレビで出まくって穴目しないと,と乱高下が半端ないツイートを連発しています先輩である吉田さんが見てある意味第二年の人生はエンジョイしまくっている感もある後輩にメッセージありましたよろしくお願いします、まあ、水谷さんは自分のお金でやってるのは自己責任だし問題ないでしょうけど大谷選手の、えー、専属通訳だった水原さんは大谷選手の口座からお金を使い込むような感じのスキャンダルに出てこないことに祈ってます水原さんはそれにしてもブックメーカーで6億8000万ぐらいの 負けたらしいので鷲田さんに指導してもらえばそんな負けることなくドジャースのクビになることもな,らなかったんだろうと残念に思いますとあこれもなんかすごく話題になりましたよねなんかね大谷翔平さんどうなのかみたいな話でまあ僕ちょっと水谷さんのまあツイッター自体は僕見てないのでまあなるほどねっていう話なんですけどまあいいんじゃないですかね <laughs> うんまあ どうなんだろうな、でもね僕,僕が思うのは水谷選手はやっぱねあの今、楽園に飛び込んじゃったのかなと思いますよ、やっぱその晴れちゃった、まあ、もちろんそのテレビの、ね、仕事とかもありますけども、なんだろうな、今までやっぱ前ずっと卓球漬けだったんで。 やっぱそこから解放されてやっぱ自由ですよねなんかその責任がなくなったというか日本代表の責任がなくなったっていうその重みが取れたんですごい解放になっちゃってると思うんですよでこの解放された世界でこう今後はずっと生きていくわけじゃないですかってなってくるとやっぱ自分をこうコントロールしていくっていうことをやらないと昔はその 強制的にもう日本代表になってるから強制的にもうその責任プレッシャーそれでやってったんだけど今強制力がないので自分自身でコントロールしていかないといけないんですよだから今後はその自分自身でコントロールできなくなっちゃうときついかなでそれが露骨に出てるのがあの水谷選手の太り具合ですねたまに水谷選手僕もあの卓球のなんだ なんかその卓球のアナウンサーとして水谷選手もやっぱ出てくるんですけどやっぱ太ってるんですよでしかも僕テレビ通販好きなんですけど水谷選手がねあれ出ててなんかつけるだけでやせ腹筋がっていうやつに水谷選手出てたんですよで,で結構やっぱ、ね、腹出てるんですよ腹がねすごい出てて、まあ、最近も顔も張ってきたかなってプクプクしてきたんじゃないかなと思うんですけど やっぱコントロール、だからコントロールできないってことですね、食事の。うん、なんか食べちゃうっていう。で、まあ、あと会食も多いとは思うんですけども、やっぱでもコントロールできない。で、運動もしなくなったし、コントロールできないから、太っちゃってるんじゃないかなと。やっぱね、コントロールしていくっていうのはすげえ大事ですね、自由になった時に。そう、僕もそうですよ。だから僕も、あのー、やっぱコントロール、その意識ですよね。自分こう、コントロールリス。 なんかリス、律、律していくというか、なんかそういうのしていかないと、持たないですね。うん、その感情にみを、あの、感情コントロールしていかないと、だから、なんだろうな。まあ、だからビジネスやってて、僕は良かったなと思うのが、 まあいろんなマインドセットとかいろんな考え方とか意識とかその潜在意識にすり込ますとかね。なんかまあそういうのをこうやってこれたので良かったなと思いますね。これ多分本当に思うんですけどやっぱ僕も8年ずっと自由にやっててこう自分である程度コントロールしてやれてないと無理だなと。もうやるべきことしっかり淡々とやっていくとかね。別にね、この L の部屋とかもまあ ぶっちゃけあのやんなくてもいいよっていう部分もあるっちゃあるわけですよ。まあ目的がもう変わってきちゃってるので最初はそのメルマガ読者さんの、ね、いろんな方からねお便り頂い,いてやりたいのまあなんだその関係性を構築してみたいな話なんですけどもまあ正直まあいろいろやってみた結果まあその <laughs> 買い取りアップしか来ないくて。 まだ,まだだだまなっていう、まあ僕自身がねまだまだっていうところが、まあ、その露骨に出てきて、まあ、あのやってみて思ったんですけどあの、まあ、現状として脳汁部屋になってるわけじゃないですか <laughs> <laughs> 脳汁部屋に <laughs> そうでも脳汁部屋になってるけども、まあ、言ったことをこう,こう続けてコントロールしていくっていうことも一緒できてるわけじゃないですか うんだからそのなんかその感情とかそのなんかそういうのをなんかコントロールできないと続けていくってできないと思うんですよねうんだからその意識ですよねどういう目,目的とかどういう意識でこうやっていくのかっていうのがないとただた,ただですよただお金目的で始めただった絶対やれないです絶対これは続けられないですこれお金目的でやってたらだってジ汁太郎さん僕のバックエンド買わないでしょどうすか買いますバックエンドを 多分ねノーュル太郎さんは僕のバックエンド買わないんですよいやそういうのじゃないんですみたいな、まあ、ステージ的にねステージ的に、ね、<laughs> どうすか <laughs> まあュル太郎さんが芝居の国にってたらまあどうせそのあぶく銭で消えちゃうからいや吉谷さんのちょっとこれ払っといた方がいいかなみたいな <laughs> どうせ消えるんだったらとかね、うん、でか買ってくれるかもしれないですけど多分ね僕ねノーュル太郎さんにバックエンド売れる自信がないですもんそそう <laughs> そう だから求めてないっていうのもあるだろうしただその10万円以下の商品であったらまあノージル太郎さんにあのフィッティングするものだったら売れると思うんですけど10万を超えてくるとどうなんだろうなって話ですね、うん、要はノージル太郎さんの意識意識がまあそこのステージに上がってないのかなっていうところがあるんでうんもしノージル太郎さんの意識が上がってるんだったら多分その L の部屋の使い方が全然違う使い方になってるはずなんでそもそも。 うん、で僕は何を教えてるのかっていうと、まあ、コンテンツビジネスを教えてますから、まあ、コンテンツビジネスに関するお合わせだったりとかまあまあノージル太郎さんに関してはこの「L の部屋」はやっぱポイ活の意識が結構上と締めてるのかなっていうところもありますし。 やっぱ意識は大事ですね。どんな意識で取り組むのかっていう。で、水谷さんの場合は、あその意識がなかったとしても、強制的に昔は、あの、日本代表っていう看板を背負って、意識、なんかもう意識、自分でしてるというか、強制的にこう意識をしないとやっていけないっていう、で戦ってたんで。で、今はもうその責任がなくなったから。 今度は自分で意識を作っていかないといけないっていう話ですよね。で、それが作れないとまあ、破滅していくんじゃないかなと思いますね。で、仕事も結局。例えばね。これもまあ僕も詳しくわからないですけども、もんなんだろうな。まあ、このまあ、すいません。野次郎太郎さんが書いてくれてる？文面だけで見ると。テレビ？ テレビ出まくって穴埋めしないとっていうね、これツイートされたのかどうか分かんないですけど、まあこの言葉を深読みすると、テレビ出まくれるという前提条件が入ってるわけじゃないですか。損失分はまたテレビ出まくって穴埋めしないと。いや、テレビ出れると思ってるっていう、そのなんかもマウンティングされてる部分あるじゃないですか。でもこれ、なんかその、下手こいって信用失ったらテレビ出れなくなるわけなんで、だからそこもコントロールしていかないと、 例えば例えばでしょ、まあ、今回大谷翔平さんのあれもありましたけどじゃあ,あの FX とかにはまってギャンブルみたいにギャンブルみたいにやっちゃってもうもうバンバン溶かしてで借金までするようになってでそれがワイドショーとかに出て今水谷選手がやばいと借金まみれでみたいになったらそ,のそういうメディアが流れた状態でテレビに出れるかって出れないじゃないですか。うん そ,うそのまあ,あのはまって借金まみれ家族崩壊みたいなそれがスキャンダルに出て元日本代表が今すごいことになってるみたいなうんそうこれはまあ、うん、自分をのコントロールできるように意識を,自分,意識を自,分自分で高めていくっていうことが大事かなと思いますねコントロール自分でしていくってことですね、うん、じゃないとやっていけないかなと思いますね そうはいでは終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました。